はいどうもお茶です。じゃあ今日もねギルティゲーやっていこうと思います。回でやろうと思います。今日の12時からねモンハンワールドができるじゃないですか。ってことでねモンハンワールドっぽいこの色を使っていこうと思います。はい、ということでねネームミン01さんかなが見つかったんでやっていこうと思います。相手スレイヤーか。なるほど。なんかこの前のジョニーの動画も確かスレイヤーでしたよね。なんかスレイヤー多いですよね、ここら辺の大体。ここら辺の大体っていうか、ジョニーの場合15段か。いや、なんか多いんですよ、20段帯の、20段の底辺、22段とかそこら辺まで、ものすごくスレイヤーがね、多い気がする。なんでだろうね。赤段にはなりやすいのかな、スレイヤーって。結構スレイヤーってさ、崩しとかさ、強いじゃん。俺、スレイヤーの手段見えねえもんだって。あ、で、スレイヤーの手段じゃなくて、スレイヤー崩し強くてさ、暴れ潰しもあって、みたいな。強いんだけど、でも、崩しのリターンがないんだよね、多分、スレイヤー。あ、やべ。暴れ潰しのこういうファイルとか半端ないからね。もうね、あ、ごめん。多分もう、これ次なんか、ワンコンボ食らったら PO る。せっかく直画したのに。あ、連打が遅い。今作からね、しっかりと、吸血はね、連打でやんないと、マッパカウンターするんで、スレイヤーの強化点なのかな、多分。しっかり直画している。あ、ごめん、出なかった。ほっ。あはー、あー、ジャンプが刈られました。ほっ。もう一回。出なかった。なんか今日すげえ適当になってる。やばい。あ、これでも、どうなんだろう。あー、死ぬ。なんか今日すげえ適当になってる。やばい。重ねて。あ、痛え、これ、多分。でもね、コンボ下手くそなんですよ、自分。俺の回、結構にわかなんだよなぁ。ははは。君、それ赤キャンで倒せたんじゃないかい？わからんけど。投げる。おぉ、おぉ、おい、ごめん。ガードしていた。くそ。やるじゃないか、セバをガードするとは。どうしようかな、ちょっと適当になっちゃってるんで頑張りましょう、真面目にやりましょう。なんか回はねすごく適当にやっちゃうんですよねなんか回なんだろうな、適当にやっても勝てるんだよこのキャラ。よいしょ。なんかもう読み合いとか全部頭の中ないっすからね今俺。これも確定バーストで、これ多分ね、バックステで抜けられるかなって思ったけどそうでもなかったね。勝ちたいんです。あれ、なんかいつにも増してコンボができなくなってるどうしようかな、ガイマックダッシュしよう。暴れていた。ほい、間に合っている。これね、しばらいほんと強いんだよスレイヤー戦。もうしばらいだけでいいんじゃない説あるからね前ハイにも、前ハイじゃねえ、前パンにも勝てるでね、持続長いから D ステにも結構当たったりね勝利が出ね。マジかよ。よいしょ。皆さん知ってます？このめくりネタ。後ろにマイパン出してきたよ。天才かな？あれ？あれ？え、今タッチケアダメ追い打ちで。マジか。無理なのか。遅かったのかな？タッチケアで終わるかなって思ったんだけど。
まあ、とりあえずも開幕も足バレでいいよ。ほーい。はい。うまい。しっかり。これ吹き早いよ。ガチャガチャ早いから。まあ、でもそのおかげでね、アケコンの三角ボタンが取れたという。まあ、今も直ったんですけどね。昔使ってたアケコンの三角ボタンをね、こっちに付け替えました。もう一回。あら。見えないだろ、これ。ほい。繋がってない、ごめん。あれ?お前。なんか当たり判定おかしくねえか?あー。はめられる。ほい。あー、Sベイパーだったかな、ここ。うまい。しっかりスタンエッジを直画してくる。あー、ごめん。俺の反応が遅れたわ。本来は多分、対空、潰しブリッツでやられてました。あ、しっかり足払い読んできた。2杯強いんでね。よいしょ。投げるよ。しっかりすかし、あ、これ、マッパの無敵で抜けられた。もう一回、ここ。あ、ブリッツじゃなくてバーストじゃ。本当はダメ場です、これ。絶対やっちゃダメなバースト。ほいマジひどいな。ごめん、取っていいと。もう一回。あーあなんだったかな、2敗だったかな。そうね、これ負けたらマジで負け越しちゃうことになるんで頑張ります。ほいほいほい。あら、あれ、これ足払い確定だったかな、コパンだったかな。暴れちゃダメでしょそこ。ほいほい。あ、わかるよ、わかるよ、その気持ち。焦るとボタン押しちゃうよね。はい、てな感じでね、今回はね、いい感じに相手が暴れてくれてね、勝つことができました。ではね、今日の動画はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。